無料個別相談、介護職務系 LINE 相談窓口、概要欄から無料登録。皆さんこんにちは、ケアキョウです。今回は介護施設の面接官が見ているポイント5選について解説をします。皆さんはどんな点を意識して面接を突破しましたか？ぜひコメント欄で教えてください。まず最初に一番大事なのは長く働いてくれるかどうかが見極めポイントになります。介護業界は人手不足の業界で転職の頻度も多い業界です。そんな中で長く働いてくれる方がいると業務をあうんの呼吸で進められる。利用者さんの気持ちも安定しやすい。新しい人を採用するための広告費用などもかからないなど非常にありがたいことがたくさんあります。ですので基本的にはしっかり長く働くことができるかどうかを見ています。例えば今の職場に溶け込めるのか、仕事に飽きてしまいすぐ辞めてしまわないかといったところを気にしています。逆に短期的に転職を繰り返している人に対してはうちの職場もすぐに辞めてしまうのではないかとうがった見方をすることになります。どんな理由であれそうした見方をされてしまいますので、もし短期的な転職を繰り返している場合は次の職場ではしっかりと長く働きたいという意思をお伝えすることが大事です。面接官が見ているポイント1、第一印象。人間にとって出会ってから最初の10秒の第一印象はかなり重要です。そもそも遅刻をしていないか、清潔感はあるのかなどを確認していることが多いです。細かなマナーというよりも社会人として当たり前のことができていれば問題ないと思います。対策としては施設や面接会場の場所をあらかじめ確認しておくこと、2つ目に最低限の身だしなみを整えることなどがあります。1つ目の場所についてはベストは一度面接会場まで行くこと、そうでなくても Google マップなどを使って最低限施設がどこにあるのか確認をするようにしておきましょう。万が一面接時間に間に合わない場合などはできるだけ早く連絡をしましょう。その際は面接に間に合わないことの謝罪とその理由を話すようにしましょう。面接官が納得できる理由なら面接に挑むことができるかと思います。2つ目の最低限の身だしなみについてはスーツが無難です。ただ持っていない方も多いと思いますので、もし持っていない場合はあまりラフな格好にはせずに落ち着いた服装を意識すると良いでしょう。見ているポイント2、会話をしている時の基本姿勢。介護の仕事はチームワークが必要ですし、対人のコミュニケーションが大切な仕事です。挨拶ができない、人の目を見て話すことができない、丁寧語や敬語が使えない、ずっと暗い表情をしているという方だと人に寄り添う介護職としての仕事ができるのか面接官は不安になってしまいます。基本的なことではありますが、人の目を見て話すこと、丁寧な言葉で話すこと、できるだけ明るい表情で会話をすることは重要なチェックポイントになりますので気をつけましょう。ケア協にも介護職の方からこんなコメントをいただいています。本当に目をしっかり見ることは大事だと思いました。面接官の前では緊張しますが、言葉に詰まっても正直に言うことと笑顔もとても大事だと思います。現場で笑顔を出せるかどうかも見られていると思います。見ているポイント3、体調が良好か。体調面については足腰に問題を抱えていないか、夜勤がある施設では夜勤ができるかなどを見ています。これは仕事をできるだけ長く続けてほしいという気持ちから来ています。足腰に問題を抱えているようでしたら、事業所側からしたら採用するには不安になりますし、夜勤が無理と言われると他の方を優先して採用したくなるものです。足腰を怪我している人はまずはその怪我を治すことが何よりも最優先です。また夜勤ができない人はその明確な理由の説明の準備や、もしくは夜勤が必要ない施設もありますので、そうした職場を探していきましょう。見ているポイント4、あまり手がかからない人か。働くにあたって権利を主張することは非常に大切なことですが、事業所としてはあまりに権利を主張してきそうな人を雇うのは気が引けてしまうものです。ですので過去の職場の悪口ばかりを言う、給与や福利厚生の質問ばかりする、シフトの希望があまりに強いという人は敬遠をされてしまうものです。過去の職場に問題があった場合でも事実を述べてポジティブなイメージの言葉を使うなどの工夫が必要です。また給与や福利厚生、シフトなどの条件面ばかり質問をすると、仕事をし始めてからも自分の権利ばかりを主張する人だと思われてしまうかもしれません。自分に求められていることや仕事内容などもバランスよく聞くようにすると良いでしょう。見ているポイント5、長く働いてくれそうか。冒頭もお伝えした非常に大事なポイントが長く働いてくれそうかという点です。ここではこれまでの職歴と転職理由、事業所を希望する理由、目標やキャリアプラン、理想とする介護などを質問してくるかと思います。これまでの職歴と転職理由を聞くことで、事業所で役立つ人なのか、すぐに辞める人ではないのかという点を確認しています。あまり明確な理由がなく転職を繰り返している人だと、うちでもすぐに辞めてしまう人なのかもと思い採用を見送ることもありえます。
事業所を希望する理由や目標、理想の介護を聞くのはうちの事業所とマッチするのかという点を見ています。介護の方針や条件が希望と異なるとすぐに辞めてしまうかもと思っているとのことです。これらの質問はほぼ聞かれることですので、しっかりと準備をして面接に行くようにしましょう。最後にケア協にいただいた介護職の方のコメントご紹介をします。あえて落としてもらって結構くらいの気構えで行く方がうまくいきましたね。譲歩するところはして、妥協できない条件が折り合わないところで無理に仕事をしても結局辞めざるを得ませんから、落としてもらって構わないから条件の折り合いがつくところを根気よく探して長く勤める方が効率は良いはずです。今介護業界は完全に売り手市場です。2025年問題が目前に迫ってきており、人材確保に躍起です。こんなはずじゃなかったとならないようにしっかりと交渉すべきだと思います。こちらのコメントその通りだと思います。今回ご紹介したようなポイントをまずは意識していただきつつ、内心はこのコメントの方のような心持ちでいていただくと、面接もリラックスをして受けることができ、結果面接自体もうまくいくのかなと思います。今回は介護施設の面接官が見ているポイント5選についてご紹介をしました。ご覧いただいていかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。ケア協では無料の LINE 相談窓口や転職・求人のサポート室を開設をしています。 LINE の相談ではこちらのような人間関係、介助術やお仕事探しなどのご相談が無料でできます。登録方法は4ステップ。ステップ1、コメント欄にあるケア協のコメントをタップ。ステップ2、一番上の URL をタップ。ステップ3、ケア協相談室の説明ページが出てきますので LINE に登録してみるをタップ。最後に友達追加をタップ。これで登録完了です。マガジンなども届きますのでぜひお楽しみください。また転職・求人のご相談も受け付けています。こちらの相談方法は3ステップ。ステップ1、コメント欄を開いていただく。ステップ2、今度は真ん中の URL をタップ。最後に開いたページから情報を入力し送信。完全無料で求人の紹介、面接の対策ができます。ぜひご活用ください。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。またケア協では介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それでは次回の動画で、さよなら。